今回の総選挙で、候補の応援に駆けつけた回数は、自民では、河野太郎党候補本部長が断然1位だ。各党の衆院選特設サイトなどをもとに、街頭演説会や個人演説会、総決起大会などへの出席を、1カ所につき1回として、公示日の19日から28日までの10日間を集計、河野氏は、 71回で、主に、首都圏や東海、近畿の混戦が予想される激戦区を中心に回った。9月の総裁選では、岸田文雄首相に敗れたが、新型コロナウイルスのワクチン担当を務めた知名度の高さと人気ぶりは健在だ。同じく、コロナ対策で、広く名前が知られた西村康都市、全経済再生省が52回で2位。 総裁選で敗れた高市さない政調会長は33回ながら重要な選挙区に投入された。野党では立民の枝野幸男代表が10日間で48回立憲大作戦と名付けた各地の都市部での演説で政権交代を訴えてきた。また大阪府知事で 維新の吉村博文副代表が39回、首都圏にも入って支持拡大に努めた。